県令は、破綻以降の中国において、県知事にあたる役職の名称を。また、その役職を担う人を指す。日本において、1871年から1886年まで置かれた県の長官。中国において、春秋戦国時代から現れた行政制度である、軍権制によって、県知事にあたる役職が現れたが、役職の名称は、一定していなかった。 はた、旗官の時代に整備された規定で、1万個以上の県の長を県令と称し、1万個未満の県の長は県庁と称した。県の軍事、警察行政に関しては県庁が言った。県以外の地方長官審の始皇帝の時代に、軍県制が整備され、県の上に軍が位置づけられ、軍が上、県が下という盗賊関係が設けられた。の武帝の時に全国を、 観察区域として13の州に分け、各州の検察官として、軍と県を観察する市市を任命した。軍の長は大使と称した。当初、市市は各軍の大使より官位が低かったが、州が観察区域から行政区域に変わると、州の長官になり、軍事と民政を掌握する軍閥になった。県の会には里、その下に里があった。 里の町は三郎と称し、里の町は理性と称した。県令が民生から軍事、警察までに及ぶ行政全般を管轄するのに対し、里の三郎並びに、里の理性は民生のみを管轄した。州、軍、県、県令、県進む。県情報、三郎。里、理性。定、定長、定理。 明治4年7月に行われた廃藩地県により、それまで不判権となっていた地方制度を府と県に統一し、同年11月27日の県知条例により、県の長官の名称を地県時から県令あるいは本令に解消する一方、東京、京都、大阪の三府についてはそのまま知事という名称が使われた。職務については、館内の行政事務全般をしてのひらした。 明治19年の地方官官制により、知事と改められた。ありがとうございます。